you get older, wants to be on stage, can play the piano, and it'll be all great. こんにちは、マーク・ロー。マーク・ロー。ですね、今日は、ちょっとこう、いろいろと話したいなと思って、で、最初の二つの映像、こういうトークシリーズを作ろうと思って、こう、出したやつは、映像は、ですね、英語でしたよね。で、なんか、日本語字幕つけようとずっと思ってて、なかなかしてなくて、こう、長かったし、映像が、そしてこう、もう、なかなかね、もう時間がかかるし、でそして、じゃあ今回は、日本語で語って、英語字幕つけようと思ってて、これちょっとまあ、体験ですけど、こんにちは、マーク・ローチャンネル、訪ねてくれてありがとうございます。私はちょっとこういろいろと頑張っていきたいと思ってて、YouTube のチャンネルもだし、まあ音源だったり、今、まだね、東京なので、私は今、このパートは東京なんで、ね、今、五輪中です。オリンピックやってますよね。で、もちろんコロナ禍だし、まあワクチンは私はもうちょっとしたら打ちますが、打てますね。打てるようになりましたので、あれなんですけど、この夏はもう、ある意味の、まあ、ある意味というか、もう、耐えても自粛中です。なので、まあ、このパートでこう、住んで、こういう音楽作ったり、映像作ったり、本読んだり、文章書いたり、授業をズームで教えたりしてます。ライブ活動は今休止です。人と当たりも、ほぼしてないです。なので、こう、こんな感じで、こう、まあ、こういうトークをしようと思って。で、トークの内容は、まあ、音楽なんですけれども、まあ、この間のコロナと音楽ってテーマにしましたが、その後は、まあ、デイビッド・ボーイの語りはそれは別のものですけれども、今日は、どちらかというと最初のコロナと音楽とつながるようなトークとなりそうですけれども、実は、この間は、ホープという作品と、このホープという作品と、The Sun is Coming という作品、に、まあ、ついての話をしました。それは英語のみですけど、まあ、いつかこう、字幕つけるかもしれないし、別でこう、日本語で、トークは、できないことはないですけれども、今日は、まあ、その二つ含めて、新作品を中心にしたいんですけれども、これできたばかりなので、The Answer is Inside っていう、作品ですね。フルアルバムの出来上がりました。で、これについての話は中心にしたいんですけれども、この CD ね、ジャケはまあね雲ですね、もう本当にすごくもうエフェクターとかもうかけてないままに、もう本当にこれは自分でこう撮った空の写真、すごくシンプルなんですけれども、なぜかってこういう話もしたいし、後ろは影ですね。だからまあ陽と陰、陰と陽で、それはもともと僕のテーマとしていろいろやってきてるんですし、陰と陽。僕の音楽の個性っていうのは人によく聞かれますね。
あの、マークのテーマとか、まあ、どんな音楽作ってますかとかです。非常に難しい質問です。なぜかというと、僕は例えば、私は、まあ、ポップスですとか、ロックですとか、なんかバンドの人はロックバンドですから、もうロックンロールとかさ、あの、まあ、カントリーミュージックとか、まあ、ヒップホップとかさ、いろんなジャンルっていうのは、まあ、決まったジャンルがたくさんあるんですけれども、私の音楽って、何なんだって、自分だって、まあ、わからないというか、まあ、自分の個性っていうのが基本なんですけれども、その中にこう、ジャンルとしてはって、先ほど Always っていう曲をアコースティックで弾きました。それはまあ、後で、あの、そういう話もしたいとは思うんですけれども、あの、新アルバムにも入ってるんで、その曲は。あの、アコースティックも弾きますね。シンガーソングライターですね、一応。一応ね。ですけれども、私はギタリストでもないし、ギターとしても、歌手ではあるんですけれども、インスト系も作るし、このアルバムにも一曲はインストです。で、それはインストで、ギターとかじゃなくて、鍵盤、あの、打ち込み、エレクトロニック、エレクトロニカ、エレクトロニック、エレクトロニカ、どっちか正しいかわからないですけれども、ダンスでもないけど、ちょっとダンスっぽいやつも、この CD も入ったりしてます。あの、ビートの、あの、ちょっとわかりやすい、あの、4拍子とかも入ってますし、あの、この CD だけじゃないですけれども、まあ、あの、この CD は例にして、あの、とてもこう、variety、こうね、日本語にするとどうなるか、様々なスタイルが入ってまして、アコースティックだったり、ちょっとなんか、あの、アルペジオ系の、あの、ちょっと寂しい感じな、静かな曲だったり、バラード系だったり、インストだったり、エレクトロニカだったり、ちょっとダンスっぽいやつだったり、ちょっとファンキーだったり、鍵盤も弾く、ギターも弾く、打ち込む、歌う、インスト。なんでかんだこう、あの、説明しにくいですね。で、この CD は、まあ、そんな感じで、あの、他の CD は CD によって、例えば完全にアコースティックの CD を出したこともあったり、完全にエレクトロニカとか、完全にこう、インストで、サントラ的な、ボーカルの入ってない、あの、CD も出して、たこと出してはあるんですね。なのでまあ難しいんですけれども、イント用っていう話で、まあテーマは何だって、それはもうもっと簡単に言えるかなって思いますので、イント用ですね。だからまあメリハリが音楽でメリハリっていう言葉を使うんですよね、日本語では。そういうことでこう。イントヨーピークアンドヴァリーとか、なんか山があって海があってとか太陽があって影があってとか、曲はまあ結構暗めだったりもしますけど、マイナーコード、マイナーキーが好きなんですけれども、まあメジャーもあったりアップテンポもあったりするし、本当になんか、あの、なんていうか、こう、寂しい曲とか、あの、悲しい曲とか、なんか怖いって、言われたことも、まあ、この CD にもね、Plagued っていう曲が入ってて、それちょっと怖いって、この間、友達に言われたんですよね。なので、こう、いろんなジャンル、含め、ジャンルがないような、ジャンルを作りたいなっていう、作りたいというか、そう自然となってるんじゃないかと思いますので、私のジャンルは何ですかって、わからないですけど、イント用はテーマにして、いろんな様々なスタイルを含めて、曲を作ります。CD、アルバムを集めます。そういう感じです。で、あの、今日はじゃあ、あの、まあ、新作品は中心にはしたいんですけれども、その前にちょっとだけ、あの、この Hope と The Sun is Coming の話ちょっとさせてください。なぜかって、まあ、前は長々と結構長い、あの、曲ごとにこう説明していく、あの、トークはしましたが、コロナとのか、のやつは、あれは、そうでしたけど、それは英語のみで、今はもう、あの、この映像はもう、日本語とも英語字幕つけようとは思うんですけれども、それは、英語のわからない方には、ちょっとだけこう、あの、話そうと思って、曲ごとにはしないですけれど、Hope っていうのは、あの、
今年の2月、僕の誕生日26日、ちょっとデイビッドボーイを、こう、なんていうか、こう、従ってっていうか、デイビッドボーイが最後のブラックスター、これはブラックスターのジャケットなんですけど、まあ、誕生日に出したんですよね。それと同じような、こう、じゃ誕生日に出そうと思って、まあ、バンドキャンプで誕生日に出したんですけど、Apple Music とか Spotify はその後だったんですけど、3月だったかな。まあ、2月、3月、冬の作品です。で、この写真も実際に冬だったんですけど、ちょっと寒かったんですよね。だから、これはちょっとロングジャケットですね。ちょっと寒かったんですよ。で、これ、まあ、本田明子さんっていう、まあ、友達コラボレーターが撮ってくれた写真なんですけども、こっちも。こっちは、まあ、ホープはだから冬のアルバムですね。そしてこれはもうコロナ禍の、まあ、中で、作ったアルバムですね。まあ今もそうですけどね。こっちはまだまだ、ワクチン打ってない人が、結構多いんで、私含めて、まだこれからですけど、そしてこう、ホープは、まあ、ホープ希望ね。だから今年からちょっと良くなるんじゃないかという希望を持って作ったアルバムですけど、かなりダークな、ノイズ系も入ったりね。ノイズ、僕は、それはまだ、今まで言ってないんですけど、こう、普通のメルツ棒みたいなノイズじゃないですけれども、まあそういう、ついてけのノイズもハッシャーってこう入れたりもしますけど、もうメロディープラスとかビートプラスとかって感じで。で、こっちはそっち系の曲も入ったり、ちょっとダークアンビアントとか、ホープは、ホープっていう曲は特にダークアンビアント的な感じで、その上にミニマリズムで、歌ってる感じなんですけど、最後のホープはアカペラ。で、これもなんか映像とか、PV とかもいっぱい、たくさん YouTube にもありますんで、Hope の、PV も、ホンダシーと一緒に、作ったやつありますし、Hope のリミックス版もあるし、このアルバムには入ってないですけど、あとは、このアルバムから、そうか、Exodus っていう、長い、10分以上かな、あれは、結構長い、アンビアント、ダークアンビアント系のインストの曲にも、ちょっと映像、と合わせて、宇田川武雄さんのアニメーションとの映像も YouTube にも見れます。あとはこれ、New Unnormal、New Normal、New Unnormal っていう曲とか、それはなんかドラム叩いて、僕はドラマだからもっとドラム叩いて、こう、ノイズボックスを使って、ポシャーってこう。で、まあ、インスト的なんですけど、あ、語りも入ってますね、あれは。He said, she said とか、ノイズの曲、Is happiness a verb? は Sunny、安田 Sunny っていう、福岡の、よくクラブをしてた福岡の人なんですけど、方なんですけど、すごくギター上手い人と、彼の即興ギターと僕のボーカルが入っています。あと、Who Am I? Who I Am? あまりね、曲ごとに話さないって言ったんですけど、Mental World っていうのは、もう一人のね、コラボレーターと一緒に、ゴーダ、たけし、っていう、まあ、本名じゃないですけど、彼はなんか、笛を吹いて、それはちょっと入ってます。だから、ホープはまあ、結構、コラボの曲も入ったり、そんな感じなアルバムなんですけど、希望を持ってても結構ダーク、ノイズも入ったり、ダークアンビアントもかなり重い感じな作品なんですけれど。その次は、その、連続というか、もう、次できた作品は、The Sun is Coming。で、ホープは、まあ、希望を持ってこう、太陽の、まあ、歌詞にね、書いてあるんで、そういう、まあ、書いてあるというか、即興で歌ったんですけど、実は、最初は。で、ホープは、Now I can see the light and I can see the sun. She's coming for me. She's coming for everyone. っていう歌詞が入ってて、The sun is coming だから、太陽が、来てますよって、来るんですよっていう歌詞が入ってて、で、そっから The Sun is Coming が来たんです。だから、Hope は最後の曲としてアカペラバージョンが入ってて、Hope をアルバム流して、最後まで流して、これをかけたら、最初からこの、はぁはぁはぁ、うぅっていう同じボーカルが入ってて、そっから The Sun is Coming が始まるわけ。だから、まあ、わざとこう、繋がるようにしたんですね。で、違う曲ですけどね。違う構成ですけど、ちょっとこれもちょっとダークアンビエント的に、ボーカルが即興的に。で、そういうのを、ちょっと、つなぐようにしてます。で、The Sun is Coming の方が、このアルバムは、
ノイズとか、激しいビートとか、というよりは、ちょっとさっぱりしたというか、まあ、インド洋ですけどね。ちょっと、静かな作品ですね、アルバムとして、こう。あとは短い。ホープは、50分以上ありますね。1時間近くかな。で、サーディスからはたって40分。僕にとってはそれは短い方ですね。フルにしては。40分ぐらいしかないです。サーディスカミで始まって、What Have You Done? っていう曲はアコースティックのアルペジオ系の曲。で、それは、新作品と繋ぐんで、後で、この What Have You Done? っていう話はじっくりしますけど、これは昔書いた曲でちょっとサイレンジ。アコースティック。じゃあ曲ごとにザザザとこう、サササとこう、早く、ちょっと語りますけど、解釈、Waiting for Nothing っていうのは、まあ、去年のアルバムの繋がってる、リミックスっていうかね、インスト系の。ちょっとダークな、それ、この曲だけはちょっとダーク、重い、鍵盤で作った曲。Inner States of Mind は、ちょっとまたアンビアント系、ちょっとアンビアントで即興的な歌が入ってます。Broken Wing はアルペジオの曲、サイレンジ。で、最後の2曲、Things are fall, Things Falling from the Sky 短いやつでちょっとこう語りが入ったり、最後も語りが入ってますね。Unprecedented Times っていうのは最後の曲は、その時の気持ちで、即興で、アンビアントのバッキングで語って、春はどうするかって、それもちょっと自粛的な話をしてるやつなんですけれども、本当に、すごく純粋な、そのままで作った感じで、The sun is coming, what had you done? Inner states of my broken wing, この、7曲?7曲の中に4曲も映像ありますので、YouTube で探してみてください。2つは、自撮りで撮って編集したやつと、本田氏の撮ってくれたやつは1つ。そっか。もう1つは、3つは自撮り。で、1つは、本田氏の撮ってくれたやつと、僕はなんかちょっとネットで、見つかった、ちょっと映像が入ったりしてるんですけれども、そういう、なんて言うんですかね、そういう、まあ、映像あるんですよね。使ってもいいですよっていうやつをちょっと調整して入れたりもしてるんですけど、基本は僕は、ギター弾いてるシーンが、本田氏が撮ってくれました。じゃあ、ここから、次の、まあ、新アルバム、The Answer is Inside の話をしたいと思います。The answer is inside. このアルバムは、実は、ロングプレイ、そのフルアルバムを作ろうと思わずに、実は、バラバラバラで作った、作品ですけど、バラバラだったんですけど、集めると、おーって、思って、これは、じゃあアルバムになるんだって思って、そこからちょっと、ちょこちょここう、もう作ってある曲をサイレンジしたりして、フルとなって、で、この流れだとすごく納得したんで、これで、できたって思って、で、もう最近、とても、なんて言うんですかね、もう、何回も聞いて、まあ、納得しましたので、これをアルバムとして、やっぱりこの、Hope と Sun is Coming の、次だっていう、まあ、気持ちで出すんですけど、結局、まあ、ホープもサンズカミも、様々違ったりもしますし、これもまた別の感じのアルバムですけど、繋がってるところもあったりします。ので、まあ、この3つはこうね、3部作と言いたくなるんじゃないですかね。じゃないですか、こう。なんかこう、じゃあこれ3部作だって。でも、早いです。なぜかって、さっきほど言ったんですけど、ホープは冬のアルバム、冬の写真。言ってなかったのは、言い忘れてましたが、The Sun is Coming は、まあ、春で作って、春で出した。で、その最後の曲語ったやつも、春の話がたくさん入っています。で、春な感じです。春の感じですね。で、
The answer is inside はもう夏のあるんですね。今7月末。8月1日にこれが、Apple Music とか、まあ Spotify とか、YouTube Music とかに出ます。その予定です。今すぐにバンドキャンプで聞けますが、すぐ後で、まあ、コメントっていうか、下の方に見たら書いてありますんで、URL が marklow.bandcamp.com に行ったら、まあ、これがありますね。まあ、でも、ストリーミングサービスに出るのが8月1日、夏のアルバムとして作ってます。そして、3部作っていうのはなぜ早いかというと、やっぱりもう1枚、フルアルバムも、秋になったら、作って、まあ、今から多分作り始めて、秋までには完成したいなっていう気持ちがあります。だから、4部作となりますね、多分。季節の4つのね。それすごく日本的じゃないですか。こう、季節の、昔の日本みたいな、こう、平家物語じゃなくて、源氏物語思い出してね、もうその平安時代とかね、こうね、季節によってこうね、なんか、ね、イベントとか、まあ、詩を書くとか、そういう感じにしたいですね。今回はとてもね、シンプルジャケが、前The Sun is Coming のジャケの話は知ってなかったんですけど、これはなんか、まあ、重なってるんですよね。ぐちゃぐちゃって感じですけど、マスクも入ってます。薬も入ってます。ギターのアコギも入ってます。これ、アコギの曲が、たくさん入ってますから、まあ、たくさんじゃないけど、Hope はアコースティックの曲は入ってなかったから、これからちょっとアコースティックも弾きますよっていうのと。あと何が入ったっけな、それぐらいかな。まあ、自分のイメージ、ちょっとこう、すごくわかりにくくしたんですけど、ちょい入ってますけど、今回のは本当にもう空だけです。何も、ね、前に言ってましたけど、もうエフェクターとかなし、もう本当に、純粋なっていうか生の、生空って言いますか。そんな感じしたんですけど、後ろはね、まあ自分の影だからもう、こっちにもマークがいないですよね。サンデスカミももう本当にわからないようにして、ちょっとだけでもイメージが入ってるから、今回は、まあちょっと僕の影しかないけど、まあ私の作品ですっていう感じですけど、私はもう顔出さないみたいな感じにしたんですけれども、この影はまあ影だから、まあ陰と陽、陽と陰、陰と陽っていうのもあるし、なんて言うんですか、もう、まあ、影ってだから、太陽があるからこそ影ができるわけですから、太陽も入ってますよね、これは。だから少しずつホープから、その暗い、ホープですけど、希望ですけど、暗かったんですよね、あれの、ね、暗いところから、ちょっとね、the sun is coming, そして、the answer is inside, ね。で、そういうのもちょっと今からか、語りたいと思いますが、これは、まあ、曲ごとに話していきたいと思います。前はなんかコロナと音楽はテーマにしたんですけれども、今回はそうできないですね。今コロナ禍は続くんですけれども、私は自粛中で同じく、人と会ってなくて、孤独なぁと思ったりもしますが、時々ね。なんだけど、そういう話を言って、このアルバムの個性はそうではない。一曲目だけ、まあ新曲で、まあそこから入りますんで、The Answer Is Inside は、1曲目は The Answer Is Inside という曲ですね。この曲は、スタジオに入って、この間スタジオに入って、即興で、なんか曲作りたくなって、で、即興でっていうのは、ギターで即興。これは僕には初めてです。なんかいつもこう、ギターだと、本当にもう、例えばジャムセッションでも、マークギター弾いてって言われて、なんか、ってこう、僕はなんか、自分でギター習ったわけですから、もちろん基本のコード、知ってますし、弾けます。なんか A、G、C とかそういうのはもちろんある程度、まあ、いろんなコツとかも習ったは習ったんですけれども、僕はまあ、ギタリストじゃないと最初言ってましたよね。もうシンガーソングライターだからギターを弾いてる感じで、コード表とか楽譜とかも使わないし、鍵盤だとそれは耳で全然できるんですけれども、カバーソングも耳でやりますが、いつも。ギターだとね、もうコードがあれだから、あまりこう、
訴求できないと思ってましたけど、この間スタジオに入ってて、ホープを、こう、即興バージョンを弾いてましたね。それも、そういう映像もちょっと、まあ、YouTube にもありますが、アルバムにも、ライブアルバム、今年のスタジオライブアルバム、そこからの、出したんですけど、そこで聴けます。が、それも、本当にその場で、エフェクトをかけたまんまで、バチャーンって、ピンって弾いたら、続けたら、ホープ、歌い始めて、で、そっから即興でこう、続けてこう、最後までなったら、おう、なんかいいじゃんって自分で思って、で、その音源もそのままで、出したんですけれども、そっから、じゃあこれできるならば、同じようにこのエフェクトかけて、オリジナルを即興で、スタジオ、バージョンっていうかね、その、綺麗な音源で作りたいなと思って、でも本当に即興でって。だからこの間スタジオに入ったら、そのために、マイクとか設定して、アンプとかさ、エフェクトかけて、即興でいろいろ弾いたんです。それを、その音源を持って帰って、まあ、数日後に、アレンジして、で、その上に即興で、歌ってました。ホープとかサイレンスカミングも即興だったんで、まあ同じスタイルでやって、で、それは The Answer is Inside となりました。で、それもなんかこう、なぜか不思議なことに、ホープとかサイレンスカミングと歌詞が、すごく、関連っていうのかな?すごく関係してる感じになってて、ホープはまあ、希望をして、そして、太陽が来る。で、サンリスカミに太陽が来るね。で、The Answer's Inside は太陽が来るんですけど、まあ、今は、暑くなってないですか?まあ、夏だしも、地球が、ね、そういう問題あるんですよね。なので、そういうのもちょっと含めて入ってて、こうね。暑いから、まあ、サンリスカミって、サンリスカミってメタフォーで、でも、そのサンっていうのが、結局、外のことではなくて、中にあることじゃないかと。で、それもなんかこう、自粛で気づいたことかもしれないですね。もうワイ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 してないので、あまり接するの大好きですけど、人と話したりとか。前はすごく飲んでましたけどね、もう酒とか。酒も今やめてます。うん、ちなみに。話違うんですけど、酒とかやめて今、まあ、瞑想ってほどはしてないですけど、哲学、なんかストア派とかそういうの読んだりしてるし、まあ、ストイックとかよりは何だろう。まあ、自分の中にこう、安定できれば、それは、まあ、幸せってまでではないかもしれないですけれども、まあ、安定したらちょっとこうね、冷静になってこう、外はどうなっても、暑すぎて出れなくても、コロナで出れなくても、ずっと一人でだっても、こういう何かこう気づいたら幸せなんじゃないかというか、まあ幸せっていうかね、苦痛じゃなくなるのかって。で、だから the answer is inside 中にその答えがないかなって思って、そうなってて、だから the sun is coming っていう歌詞もこの曲にも入ってますけど、結局自分の中にあるもんじゃないかと。ちょっとまあ、宗教的というかね、まあ仏教とかも、まあそういうのに、私は昔から、興味を持ってますし、The Sun is Coming の、PV 映像、の、特に、まあ二つね、The Sun is Coming と、In States of Mind、特に、まあお寺とか神社とか映ってるんですよね。なので、まあちょっと関連してます。この曲と。だから、この曲だけは、ちょっとコロナと関係してる、そういう意味で。あとは、Sun is Coming Hope に、ちょっと関係はしてるんですけれども、他の曲はね、2曲目からはちょっと違うんですけど、でも2曲目も、ある意味、The Sun is Coming と繋げます。じゃあ、2曲目に行きます。Lonesome Child, What Had You Done? は過去に書いてます。で、The Sun is Coming の2曲目も、
ちなみにもう、What had you done? で、これは、Lonesome Child 過去、What had you done? で、どう違うかって、同じ曲だけど全く違う曲。どういう意味ですか?それは、こちらは、まあ、オリジナル、まあ、どちらもオリジナル曲なんですけど、こちらのバージョンは、What had you done? は、まあ、前に言ったんですけれども、アルペジオ系のアコースティックの静かな曲ですね。数年前に、中村隆二さんっていう、まあ、ベーシストと一緒に、短時間コラボしたことがあって、一曲この曲だけ一緒に書いたんです。彼が、そのアルペジオを弾いて、僕が、まあ、即興的に歌って、そこからもうちょっと歌詞書いてなって、曲を一緒に作ったんですね。で、今年に入って、その曲を思い出して、ちょっとやりたいなってなって、アコースティックちょっとサイレンジで、彼の、まあ、オリジナル、アルペジオに近い感じで、ちょっと、ゆったりめで弾いて、自分の構成入れて、ブリッジとか入れたりして、新しいバージョンを作りました。で、そのバッキングに、鳥の音とか、なんか、公園の、なんかバッキングの音、本当に東京の公園で、録音したやつだったんですけど、私じゃなくて、友達が。で、それをバッキングして、アコースティックアルペジオ。で、こっちは、全くね、違う感じなんですけれども、同じ曲ですけど。Lonesome Child に、だからちょっと名前変えようと思っても違う曲みたいだから、こっちはアレンジは完全に僕がアレンジしたっていうか、もうギターは一切入ってないです。ボーカルはちょっと似てるような、まあ、メロディーが、歌詞もちょっと書いたんですよね。今回はちょっと違う風味にしたんですけど、もちろん似てるは似てるし、メロディーは大体同じですけど、バッキンは完全にエレクトロニカ、打ち込み。ドラムも入ったりしてるし、なんかこう、サンプルの、こう、バッキング、なんていうかね、こう、女性ボーカルとか、最後に、サンプル使って、そういうの重ねたりとか、全然個性が違って、ちょっとこう、まあ、エレクトロニカかなって、どちらかっていうと、ちょっとダークっていうのかな、まあ、わからない。これもジャンルは何かって、まあ、エレクトロニックとしか、聞いてほしいので、もう聞いてください。ぜひ、それで自分でジャンルを決めてください。まあ、だから、Lonesome Child は、歌詞とかメロディが似てるんですけど、アレンジは全く違う。本当、リミックスっていうかね、エレクトロニカリミックスですけど、ボーカルも、まあ、再録音で全然違って、別曲と考えてほしいですけれども、こっちにもちょっとそういう鳥の音とかのところどころ入ったりしてますから、つながってはあるんですが、それは Lonesome Child 2曲目。3曲目、Boxman、箱男。これは2021年バージョンって書いてあるんですよね。これはだから、Boxman は箱男って、安倍工房っていう、作家の Boxman ね、箱男っていう、小説、ノーベル、あって、で、それが好きで、箱徳っていうのを2015か6年に、16年にアレンジしたんですね。多分歌詞は15年に書いたかな。ギター弾ける、弾けなかった、まだ弾けなかった、まだ触ってなかった時期だったんですけど、で、2016年からギター弾き始めて、ちょっとアレンジしたんですけれども、これはジャカジャカってこう、バーレコードで、珍しく、僕はあまりバーレコード使わないんですけど、この曲はバーレコードで、ジャカジャカってちょっとファンキーな感じで作った曲なんですけれども、2016年に。いろんなレンジでやってきてるんですけれども、なんかもうアコースティックアルバムに、もう本当に弾き語りスタイルで出した、バージョンもあったし、エレクトロニカバージョンもあったし、ベーシスト、ジョー君と、福岡の時に、This Dark Cloud としての活動して、彼のベースの入った、すごくスラップ、ファンクベースが入って、僕はなんか、鍵盤で弾いたことも、ライブで弾いたりとか。今回はまあ、またギターバージョンですけど、鍵盤じゃないですが、ジャカジャカジャカってファンキーなバレコードが入って、でも、アレンジをちょっと変えたんですね。歌い方とか、ドラムが重ねてて、結構、また、すごく、まあ、ダンス系、ファンクとダンスみたいなビートが、まあ、わかりやすい3分ちょっとぐらいしかない短い曲ですけど、で、歌詞は、その、
あの、安倍公募のその話とちょっとつながる影響された歌詞なんですけど、英語ですけど、あの、聞いてください。それはちょっと一番この、アルバムにも一番こう、シングルになれそうな、わかりやすい短い、ちょっとアップテンポで、あの、結構、この曲好きだよってよく言われるような曲です。あの、で、なぜ今年サイレンショットか、あの、思ったかっていうと、あの、今年3回しかライブしてないんですけどね。あの、コロナで。まあでも最後のライブ、あの、最後した3月だったかな。これも、あの、ライブ、このライブの、そのライブの、映像は、あの、YouTube にアップしてます。編集して。あれはあの時、あの、弾き語りだったんで、じゃあ弾き語りだったら、僕はちょっとこう、あの、打ち込みは使わないでください言われて、鍵盤とか、あの、弾き語りイベントですからって。あ、じゃあでも、ちょっと変わったことしたいなって思って、あの、昔買ってた Zoom、あの、Zoom はみんなミーティングやるやつじゃなくて、Zoom っていう、Zoom G3 っていう、あの、エフェクターと、あの、ドラムシーンの入った、エフェクターと、ギターで使うやつを使って、まあ、2曲、あの、ボックスマンと、もう1曲、あの、ドップルガンガっていう昔書いた曲、あの、練習して、再練習して、練習して、弾いたんですね。で、ドップルガンガもちょっと考え中ですけどね、あれもちょっと、こう、ね、あの、スタジオバージョン、いつかまた、再練習したやつ作るかもしれないですけど、今回はボックスマン、スタジオで、したんで、あの、ちょっと、こう、したくなって、楽しくなってると思ってます。私にとっては新鮮なバージョンです。じゃあ、次に行きます。あの、always、これもね、新アレンジなんですよ。さっきあの、最初に、このイズの最初に弾いてた曲は always です。で、この曲は、2018年に、娘のために書いた曲なんですけど、あの、鍵盤で書いて、鍵盤で弾いて、すごくこうシンプルで、ちょっと可愛い感じな、歌い方もすごく優しく歌ってて、あの、まあ、娘はまだまだちっちゃかったし、で、今年はもう、まあ、10歳となりましたね、娘が、この間。で、10歳になる7月だったんです。じゃあ、10月になるから、なんか、アイディアがあって、じゃあアコースティックアレンジしてみようかなって。で、これはちょっとできたら、ちょっとある意味の誕生日プレゼントにしようと思って、再アレンジして、スタジオに入って、スタジオでちょっと映像撮って弾いて、あとは録音したんですね。ギターを。で、家でボーカルを録音しました。そして、それはこのアルバムに入っている Always のアコースティックバージョンとなりました。で、このバージョンが、鍵盤のバージョンと比べると、鍵盤のバージョンもなんかドラム入ったり、あの、なんか、本当にあの、ドラムの入ったバージョンと入ってないバージョンも2つあるんですけれども、どっちもアルバムに入ってるんですけれども。まあ、シンプルで、ちょっと、なんか、When you get older, I wanna buy you a jewel な感じだけど、で、I am always here for you, dun, 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 dun. すごくシンプルな感じなんですけど、まあ、あの、今回は、あの、彼女も、あの、娘も、こうね、ちょっとこう、あの、12歳、13歳になったらね、もうティーネイジャーでしょ？だから10歳になって、もうそれ向けてるから、すでに。もうちょっと大人っぽくなってきてるから、まあ、アレンジも、今の感じの、こう、アレンジで、もうちょっとこう、なんていうかね、エモーショナルとなりましたかね。前はちょっとね、可愛いねみたいなパパがいるよっていう感じだったけど、今回はちょっとエモーショナル的なこう感情的になって、ジャガーって、あの、家であんまりジャガーってできないから、スタジオでジャガジャガーとか、アルバムバージョンもちょっと盛り上がる感じになったんです。でこれも、この Always、Always、このアレンジもできたんで、あの、次っていうか、まあ、最後の4枚目のアルバム、まあ、考えてるのは、まだすでに、もうすでにあるんですよね。もうドップルガングのサイレンジとか、Always も、実はあの、ちょっとロックアレンジ、ちょっとアレキで、テレでも使おうかなって思って、したやつをちょっと録音してみたいなって思いました。こう、結構、なんかロックっぽくなってきてるから、意外に。それもちょっとしてみたいなと思ってます。
次行きます。plate。plate っていうのは、この1、2、3。次の3曲は、実はすでに、出版してある3曲です。今年、もう最近、フルアルバムはまだ、まあもちろんだけどこれはまだできてないところで、Plagued っていう、まあ、ミニアルバムを出しました。で、その Plagued っていうアルバム、この 3曲の中から2曲も、映像も作ったんで、だからその、まあミニアルバム出そうと思って、で、Plagued っていうのは、まずね、Plagued からいきますから、この3曲はちょっと繋がってるんですけど、Plagued は、まあ、プレイグって、ペストですよね。で、まあ、もちろん、コロナ関係ですよね。あ、このアルバム、コロナ関係あんまないって言ってましたけど、この曲もちょっと、やっぱり、関係してますね。これ完全にしてます。しかも、日本の話ですよね、これは。コロナは世界中のあれじゃなくて、もう日本の、ちょっと、ポリティカル的な曲となってました。なってます。これはちょっとこう、もうワクチンの、まあ、打てない遅いっていう、ちょっともやもやさが入ってるのと、オリンピックのことのもやもやさと、その二つ含めて書いたんですけれども、それでこう、これは友達に怖いって言われた記憶なんですよね。plague はだから、There are places in the world today where the plague is going away. And there are places in the world where it's just a new beginning for the plague. だから、これ、英語で言うとね、日本語で言うと、だから、あるところでは、このペストがもうなくなっていってるんですけれども、あるところでまだこれからだっていうの。なぜかって変異種ができてるから、デルタもあるし、今、ラムダもペルーにはある。で、エプシロンっていうのも書いてあったんですけど、カリフォルニア州にはエプシロンっていうのができてるっていう。からもう変異種、どんどんしていくんで、ワクチン打たないといけないと、まあ僕は思ってる人間ですよね。だからもうワクチン反対の人もいるし、それで、じゃあ、それは人の自由かもしれないですけれども、私の思うのは、まあ、副反応とか、怖いかもしれないですけれども、それよりも、打たずに、みんなが打たずに行くとこう、もう本当に、このペストが本当にさらにひどくなっていくんじゃないかと思いますので、死亡者が増えるし、ウイルスが強くなっていくんで、ちょっともやもやもやなってて、こう、なんか、接種券の待ってて、こう、まだ、なかなか来ないし、で、やっと来たら、今年齢しか、もう、できないですよとか言われて、やっとね、今週、一回目打ちますけど、亡くなったら、もうページがもうこのままになるんですけれども、大丈夫そうですから、もうみんな周りにね、僕のアメリカに住んでる家族とかみんな打ってるし、みんな大丈夫だし、僕は心配あんましてないですけれども、熱出してもいいぐらいですから、二日とかだったら。で、プレイド書いた。で、これはちょっと激しいのが結構ね、一番激しい、怖い、ダーク、ある意味、ちょっとホープに、で、入れてもおかしくない曲ですね、プレイドは。プレイドはでも、ホープと違って、ギターもちょっとアルペジオを入れたんですね。最近結構ギターにハマってるから、まあギターも使おうと思って、ちょっとギター、アルペジオも入ってて、ちょっとエレキっぽくして、エフェクターで。あとはビートが、ポン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 ってパンチのある感じで、ちょっとノイズとか、ホシャーとか、これもやっぱりホープ、的な曲ですね。サウンドとしてそのアルバムに入れてもおかしくない。で、次は、LFLZ。LFLZ。で、これもプレイクのミニアルバムに入ってるんですけど、これはインストで、これは実は LFLZ、これ内緒だったんですけど、いますね、この映像では。ここまで見てるなら興味は本当に持っていらっしゃるだろうので、LFLZ は Laugh Lines の略。Laugh, ha, 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 笑う Lines。Laugh Lines ってこう、こう、ヒヒヒってこう、笑ったらこういうのが出てくるようなラフラインね。ラフラインって略して LFLZ にして、これはラフライン実はそれは元にしたリミックスなんですけど、わからないようにして、まあ、どっちも聞いたらわかるだろうけど、もともとインストの曲だったんですけど、
ラフラインズというのも映像があります。元のバージョンが宇田川さんのアニメーションと。それは去年の作品ですけど、これは、テンポが遅くして、一つの場所だけの、まあ、最初と最後にちょっとこう語りが入ってるんですよね。I've got laugh lines on my face from crying so hard って言うんですけど、その laugh lines がなんかもう泣きすぎてこうできちゃってるっていう、感じな、語りはあって、で、それを逆にしたんですよ。ウォーシュッってなってるんですよね、このバージョンは。あとはインストでリミックスしたんですね。再アレンジ。テンポを遅くして。はい、それはラップなんです。ちょっとダンスっぽいけど、まあ、このバージョンはちょっと遅いから、ボン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 じゃなくて、ボン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 。ちょっと重くなりました。で、次は I'll take you home。これも2021年バージョン。これも今年映像を作って、これも YouTube にもあります。これも自撮りで撮ったやつですけど、これもまあ再録音のもう昔の2018年だったかな ?19 年だったかもしれない。多分18年、まあ、か19年の書いた曲なんですけど、本当は元のバージョンが、多分18年元のバージョンが、18年に書いたやつは鍵盤で書いて録音して、ちょっとピアノとエレクトロニカとボーカルのまあ、バラード系のすごい優しい歌い方の曲ですけど、ちょっと寂しい、切ない感じですけど、それは多分19年になってから、そのエレクトロニック、鍵盤で作った曲をギターアレンジした。まあ、always と同じような感じだけど、アルペジオ系の曲で、で、サビというか、途中でこう、ジャカーってちょっとするんですけれども、で、またアルペジオで終わる曲。で、これもまあ、再録音しようと思って、最近、今年また、本田氏との話になるんですけど、本田さんと、公園で、桜の前で、3曲、を、弾いて、映像を撮ってもらったんですね。で、これはその中の一曲だったんですよね。で、それでちょっとこう、じゃあ、スタジオバージョンをちょっと再録音しようと思って、最初に録音したバージョン、2018か9年、多分9年に録音したバージョンは、クリックを使って、ダララ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 って感じだったけど、今はもう本当クリックなしで、こう、もっと自由に弾いて、もっとさらにエモーショナルで、さらにメリハリがある感じで、弾きたかったんで、ちょっと再アレンジというか、まあ、ほぼ同じだけど、弾き方とか歌い方はほぼ、ちょっと違うんですね。で、それも映像を作ろうと思って、近所でこう、いろいろ撮ったりして、いろんな、ちょっとエフェクトかけたり、編集して、ちょっと、鳥のシーンとか、アリもなんか、アリのこう、動きをちょっとふーってこう、撮って、そういうのを入れたりとか、入ってますね。で、最後に、ちょっと雨がピャーンってこう。まあ、自分で全部、毎日散歩だから、自粛中だから散歩でいろいろ撮るんで、そこからの、ちょっとこう、使って素材にして、編集した。で、次は、I loved that boy に、2020年の、まあ、ミックスバージョンって書いてありますね。これも、まあ、また18年書いた曲ですね。2018年結構いろいろすごかったんですよね。もう福岡に住んでこう、なんか毎週ぐらい何かこう曲書いたりとか、たくさんアルバムできました。なぜかって作るスピードはものすごく早かった。もう熱すごくついてたんです。2018年は。働きながらだったけどね、フルで。まあでも、これはその時にジェームズ・イゾー、フォー・ジェームズ・イゾーっていうのも過去に書いてあって、ジェームズ・イゾーっていうのは っていうのは僕の友達でした。2011年に亡くなられました。自殺ではなく、彼、若かったんですけど、30代で、まあ何かね、持ってて、多分精神的なものがあって、それで薬を飲んでて、それでなんか、亡くなられて、わからないですけどね。まあ、彼は生まれた時から手がなかったんですよ。本当に手がない。腕はこう、ここまでとかな感じで、生まれつきで。でも、
僕は不自由だって言わないで、絶対言わない人なの。そして、鍵盤、弾いてた。打ち込む。打ち込みはできてた。ピアノとか、鍵盤とか。エレクトロニカの音楽を作ってまして、Thread, T-H-R-E-A-D, Thread っていう名前でアルバム数回出しました。出してた。ね。いまだに Thread をね、調べてみてください。Apple Music とか、あるはずですね。まあ、あるはずというか、もうあります。これは彼に捧げる曲ですね。で、彼はなんかこう、テクノっぽいのを作ったりもしてたから、ちょっとテクノっぽくしようと思ってて、でもなんかサビになるとこれはね、そのビートが止めて、ボンボボンボボン、シャーってなって、ちょっと切ない感じなのもちょっと入ってますけど、でまたビートが入るんですよね。切ないところは彼をちょっと思い出してるところ。彼が未だに行ければいいなっていうサビも入ってますけど、あとは、彼の話ね、Boy Without Hands。だから手のない、ボヤっていうかね、彼は若かったから、まあ、僕のイメージは。年下だったし、弟みたいな感じで。行って、彼はエレクトロニカ作って、なんか家で作って、ファンがそんなにいなかったけど、まあ、なんかバンバンと作っていく。彼がなんか構成を出してっていう、こうね。大好きだったって言って、I loved that boy. 彼は大好きだったも優しかったし、みたいな歌詞なんですけど。で、これは去年、だから2020年、去年の、まあ、自粛中でこう、彼を思い出してこう、サイレンジしようと思って、ちょっとリミックスというかサイレンジというか、して、で、それは今までには出してなかったんで、このアルバムちょっと集めようと思ったところで、何かないかなって、もう、また曲作るか、何かないかって、リミックするかってちょっと考えてたら、この曲を思い出して、あ、そっか、このバージンがいいなって思って、これ出そうかって思って、そして、このアルバムに追加しました。これは。じゃあ、最後の曲となりました。Wildest Wind。これは珍しく、まあ、珍しくはないけど、僕はカバーはしますけどね。カバーいっぱいカバーしてるんですけれども、このチャンネルにも、カバーズアルバム、1と2も入ってて、結構いっぱいカバーはしてきてるんですけれども、珍しくカバーソンは普通のアルバムに最後に入れてます。で、これもちょっと迷ってましたけどね。もうまあ一つは著作権払わないといけないっていうのと、本当にもう ね、Spotify とか出そうと思ったら。それはいいにして、まあまあ、それぐらいならまあ出せるんですけど、それと、もう一つはまあ、オリジナルアルバムに、カバーソングを出すかどうか。でも、これはやっぱり出したかったですね。で、Wildest Wind は、IAMX、IMX っていう、バンドっていうかもう、ソロプロジェクトみたいな、スニーカーピンプスっていうバンドの一人のメンバー、クリス・コーナーのサイドプロジェクトっていうか、ソロプロジェクトって IMX なんですけど、今年から彼は、スニーカーピンプスと久々にこうアルバムをできたみたいですけれども、今まではもう最近までこう IMX として活動してこうメタノイアっていうアルバム出して彼が数年前に2000何年覚えてないけどもそれももう最後のフルアルバムとなってまして、その後はちょっとこうアデンダムっていうなんか作って、あとはアコースティックサイレンジのアルバムを出したんですけれども、なんていうか、こう、アルバムとしてその、サイアレンジやアコースティックとかじゃなくても、本当に普通のエレクトロニカで、もう、まあ、ホープみたいな、こう、アルバムだっていうのとしては最後で、メタノイアっていうアルバム出して、それすごく好きですごい、なんかこう、闇の深いところから書いたっていう話があって、そのアルバム。だから、好き嫌いってあるらしいですけど、僕はまあ、どちらかってそういうのがとても好きで、そのアルバムが好きで、他もですけど、IMX 結構ファンとね、なったのは最近で、それに、発見して、最後の Wildest Wind は、なんか、ガッチこう、わーってこう、エレクトロニカでもない曲です。どちらかってこう、ちょっと切ない、優しい、バラードというかね、切ないちょっと、まあバラードラブソングですよね。
最終的にこうラブソングっていう感じで、ちょっと悲しみの含めたラブソングですけど、僕はそういうのも好きだから。でピアノバルドね、彼のバージョンは結構エレクトロニカも入ったりしてるよ。なんかドラムのサウンドとかチク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 、結構エフェクトかけたやつ入ったりしてて、で僕は最初に作ったバージョンはこれも YouTube で見れますんで、もう僕はまあ、YouTube で出したのはね、二つ実は一つは僕はまあスタジオ、いわゆるスタジオで作った音質のね、スタジオの音質のやつを作って出したのは、映像も編集してまあ PV 的に出したやつがあります。でそれはもうオリジナルとちょっとに もっとこのアルバムに入っているバージョンとちょっと違います。そっちの方がちょっと似てるんですね。ドラムが途中から同じところでババババババとかって入ったりしてて、で、それをちょっとオリジナルに近い感じにしたんですけれども、このアルバムに入っているやつは、バージョンは、再アレンジで、最近再アレンジしたんですけれども、もうちょっと自分の、なんていうか、もうちょっと、わざとじゃない、まあ、わざとっていうのもあるし、もう、ちょっと聞いてこう、この曲はなんていうかこう、優しくてこう、エモーショナルで、そんななんかドラム入れなくてもいいかなって、あとはちょっとストリングアレンジしたいなって思って、シンプルな。なんかそういうのがなんかちょっと聞こえてきたから、何数回聞いて、曲を聞いて、ちょっとこうストリング入れたいなと思って、で最初ちょっとストリングスバージョンを作ったんですけど、でそれはそれでちょっと迷って、どっちのバージョンはこっちに入れようかなと思って迷ってて、でそしたら、ロジックを開いて、またオリジナルファイルをちょっと微調整しようと思ったら、さらにちょっとアレンジを変えたんですね。で、ストリングバージョンはそれをすでに作ってあって、やっぱ最後の最後だけね、ちょっとドラムが欲しいなとか、そういうちょっと微調整とかして、このバージョンは、まあ、どちらかって、ちょっとこう、ストリングスと、まあ、ベースと、ピアノボーカルで、あんまドラムが入ってないんですね。最後のところだけ、その、スキャットみたいな、ふーの声が入ってるところだけ、ドラム入れました。で、ストリングスでシーンと終わって、風の音で終わります。で、この曲大好きです。なので、まあ、この曲も先に言ったんですけれども、今年はライブ3回しかやって、なかったんですけれども、一回だけね、バブルっていうところでライブやった時は、それはエレクトロニカスタイルで鍵盤でやりました。ギターなし、打ち込み使って映像も使って、まあ3曲は YouTube で見れます。別々で作ってちょっと PV 的になってるんですけれども、ライブ PV として、本出しも1曲、Dial is in the Bathroom も作ってくれて、あと、The Black Nail、今年のブラックネイル、僕がそれを編集して、あとはホープ、ちょっと、リミックス版みたいな、歌ってて、それも僕もちょっと編集して、アップしてるんですけれども、実は Wildest Wind もライブでやりました。やったし、YouTube には前に言おうと思ってたんですけど、言い忘れてて、その PV 版と YouTube にあるのは、もう一つは僕はスタジオでライブで弾いたやつがあります。それはまあ、バブルでやったのと同じような感じだったんですけれども、バブルでやったのは映像も使ってて、それは、PV にはしてないんですけども。それで、こう、なんていうか、こう、この曲は、カバーソングなんですけれども、今年、まあ、今年というか、この、まあ、サンデスカミの後からこれを作って、その、サンデスカミとこのアルバムの間に結構弾いてきてるし、何度もアレンジしてきてるから、この曲もちょっとやっぱ今のマークに、なんていうかこう、自分と一旦してるというかね、自分が書いてないんですけれども、オリジナルでもこのバージョン、この歌い方、この弾き方、このアレンジは、まあ、マークのアレンジだし、あとはやっぱりその IMX クリス・コーナーに捧げるのもあって、まあ捧げるっていうのも大好きで、このアルバムも結構ね、まあ、Lonesome Child は元の曲は、リュウジさんと書いた曲で、Boxman は安部公房。で、
always は娘。で、I love that boy with James. Thread の James. で、最後は Wireless with a cover song。だから、クリス・コーナーの構成にちょっとこうね、ありがとうっていうのとね、彼の音楽は最近聴いてきてるから、自粛の中、それはちょっとね、救われてるので、嬉しいです。ありがたいですね。これで、まあ、終了にしたいとは思いますけど、the answer is inside. これはすぐにはバンドキャンプで聞けるし、もちろん、コンピューターに入れたければね、ぜひぜひ、バンドキャンプでダウンロードしてください。850円かな。で、8月1日からストリーミングサービスにも入ります。もうすぐですね。1週間ぐらい。で、夏のアルバムとなってます。だから、まあ、Hope, the sun is coming, the answer is inside. で、秋になったら、4枚目はどうなるんでしょう？お楽しみに。Mark Lowe でした。My Channel を、訪ねて、来てくれてありがとうございます。ここまで見てくれて。そして、よければ、登録をお願いいたします。ではでは、また、次回までお楽しみに。ありがとうございました。では、Goodbye for now. Mark Lowe. Thank you.